しら。ああ、どうやらフレミネ君の容態は落ち着いたようだ。もちろん、じゃなきゃ医務室を離れたりしないのよ。で、そっちの二人が来るのは想定してたんだが、看護師長は何しに？クロリンデさんの様子を見に来たの。具合はどう？ああ、特に問題はない。できれば一度診察させて。すぐ終わるから、このあと数分だけ時間をもらってもいい？わかった、感謝する。じゃあ私は先に。そろそろ弁解してくれるよな。弁解？その言い方は気に入らないな。説明ってことでどうだい？ Please enlighten, please enlighten us as much you like。 だがどこから話したものか。うん、あんたらが最も知りたいことからにしよう。さあ質問してくれ。おう、じゃあ聞かせてもらうぞ。お前は最初からリネたちの目的を知ってたのか？いや、彼らがファデューに所属し、召使いの命令でメロピデ要塞に潜入したことしか知らなかった。具体的な目的はあんたらの行動が進むにつれて見えてきたんだ。目的も知らなかったのに、わざわざ警戒してたのか？彼らが現れた理由は決していいもんじゃない。俺はこういうのに鼻が利いてな。 Why didn't you stop them? 最初は講師がなぜ失踪したのか調べるのが目的だと思ってたからな。リネ君は俺が彼を逃がしたと考えていたようだが、俺らは彼の行動を止めもしなければ容認もしていなかったというのが正しい。講師はおのずと協力者を見つけて自然と離れていったのさ。スネージナヤの執行官がフォンテーヌで失踪したとなれば、きっと召使いはそれをネタにするだろう。俺もあの執行官がどこに行ったのかちょうど気になっていた。どっちみち調べる必要があるのなら、ファデュイの人間に調べてもらった方が得だろ。俺はただ結果を待てばいいんだからな。漁夫の利ってわけか。別に構わないだろう。まあその後の状況が変わったのは少し残念だったが、おそらくフレミネ君からも聞いてるはずだ。メロピデ要塞周辺の海水に変化が起きてるとな。金域こそがリネ君のもともとの調査目的。ここに来てからあんたらもそれに巻き込まれることになった。だからあんたらの身の安全とメロピデ要塞のトラブルを未然に防ぐため、俺も手を出し始めたってわけさ。お前が昔犯罪者だったって噂は本当なのか？何を言ってる。俺はメロピデ要塞の管理者であってずっとここにいる。服役するのと何ら変わりないだろう。ただここの者たちが俺に服従してるだけだ。そういえばクロリンでは誰が呼んだんだ？もちろん俺だ。金を出して彼女にメロピデ要塞まで出張に来てもらった。クロリンデさんは血統代理人、つまり第三の勢力だ。今後起こりうる危機をどうにかするにはずば抜けた実力を持った助っ人が必要だったんでな。例えば
ああ、そう理解してくれていい。フレミネ君は確かに優秀だ。あんなに劣悪な条件じゃなければ、今頃失踪した人に追いついてただろう。Oh, the forbidden zone really exists. それはあんたには関係ない。ヌビレットさんの依頼も、講師の行方をつかむことだけだったはずだ。俺は、金域が講師の失踪と関係ないことだけを証明すればいい。これに関しちゃ、フレミネ君はまさにその証人だろう。けど、オイラたちの調査はもう今室まで進んでたんだ。それに、お前もさっきあれこれ質問しただろ。なのに、オイラたちの最後の質問にはまだ答えてないぞ。おっと悪い。そんなに答えが気になっていたとは。そりゃそうだろう。たとえ目を背けたくなるような真実であってもか。よし、ついてこい。こんなところに隠し扉があったのか？しかも地下室まであるぞ。よくこんなの隠してたな。ここはメロピデ要塞だ。それを忘れてもらっちゃ困る。I mean, gua lebih surprised ini semuanya kan metal lah gitu. 真ん中の円盤に立ってくれ。まさか何か秘密の仕掛けがあるのか？うわぁ！ How the hell you get down when you flying by me? I'm really curious. ここが金域か？こんな奥まったところに隠してあるのに、見た感じ特別なところはないな。 And that is… すごいでかい扉だぞ。これと似た扉が合計で3つある。通常であれば誰も足を踏み入れられない区域だ。俺以外はな。その名の通り、まさに金域ってわけさ。だがあんたらはきっとここの情報をファデュイの子たちにも共有するんだろうな。まあ確かに隠そうとは思ってないけど。そうすべきかどうかはここを見てから決めるといい。Holy hell, ini buas sekali dengan banyak gear-gear gitu. Yukoni switch ga aru zo. Sagatte iro. Buset, dah itu pintu banyak banget. Hitotsu-hitotsu agatte itta zo. What is that in the middle of the room? 近づいてみるといい。Really, this room is really empty with nothing in it. It's quite strange on its own. There are also devices smack dab in the middle of the room. This looks like some kind of massive sluice gate. Meropide 要塞の管理を引き受けてから、俺はずっと不思議に思っていた。このゲートの裏には一体何があるのか。もちろん考えなしに開けるのは賢明な行動じゃない。
だが、この裏に隠された謎を解き明かさないのは、リスクを放置してるのと同じだ。ここが俺の管理下になってから今まで、このゲートのメーターが動いたことはなかった。それがここ1年で、その針が静かに回り始めてる。おそらく、何らかのデータにわずかな変化が生じたんだろう。普段なら見逃してたが、その時はちょうど暇だったんでな。少しばかり時間をかけて調べてみた。あんたらは、これが何のデータだと思う？エンペラトゥ？ああ、合理的な推測だ。俺もそう考えていた。だがな、そんなありきたりなもんじゃない。温度は気候の変化によって簡単に変わるもんだ。つまり、温度よりも水圧の方が可能性は高い。だから、俺は試しに外部から圧力を加えてみた。だが、それに変化はなかった。そこで俺は別の可能性に思い至った。原子大海の水と関係があるんじゃないかってな。その予想をもとに俺はある準備を始めた。このメーターの針はここ2日でまた動き始めてる。そしてあの潜水士が帰ってきた時の症状を見て俺は確信した。これは原子大海の水の濃度を測るものだとな。濃度？でもここって海底だぞ。問題はそこだ。俺たちは海底にいるが、海水は静かに変化しつつある。大海の水が混ざり、その濃度が徐々に上がってきてるんだ。Remodeled seawater is continually leaking in the sea. ああ、その可能性が高い。でもオイラたち、いや、ヌビレットたちだって、原始大海がどこにあるのか知らないんだぞ。一体、大海の水はどこから？どうやら気づいたようだ。まさにその通りさ。このゲートの向こうには原始大海があると俺は考えてる。何らかの理由でゲートの裏に存在する大海の水が大幅に上昇してるんだろう。で、俺らのところまで迫りつつある。現在メーターは赤だ。ゲートはまだ存在しちゃいるが、大海の水の一部が海底から漏れ出て海水に混ざり始めてる。このままだといずれ下の水をせき止めることができなくなるだろう。 And if the primordial seawater is leaking through? ああ、大海の水は原始大海に由来するものだとフォンテーヌの伝説では語られてる。もしここが決壊すれば、フォンテーヌに住む奴らは全員、たった一夜にして水になるだろう。でも、妙じゃないか？なんでメロピデ要塞は、原始大海のゲートの真上に建てられたんだ？ここって誰が作ったんだろう？その顔を見るに、難しく考えてるようだな。だが実際のところ、事実はあんたが想像してるもんより単純かもしれない。俺がこのことに気づくまで、金域の秘密を知る者はフォンテーヌにいなかった。ただ、それだけだ。メロピデ要塞には本当の意味での創設者がいない。今から話す噂も、昔ここに集まった奴らが残したもんだ。先代水神のエゲリアがまだその座にいた頃、罪を犯したフォンテーヌ人は追放されるのが慣例だった。人々は狼の群れから仲間を駆逐するかのように犯罪者を追い出した。犯罪者は何の同情も得られない。これが普通だ。荒れ果てた海辺に追放され、苦難や寒さ、痛みを味わうことになる。だが一部の人間は悔い改め、
天に祈りながら自分にできることはないかと水神に聞いた。水神は彼らの渇望に憐れみを覚え、こう言ったらしい。海の底で私の秘密を守ってくれと。彼らは水神の力を借り、海の底に集った。そして協力して築き上げたのがこの要塞だ。彼らはここに住み着き、徐々に多くの人を受け入れていった。追放者が増えていくにつれ、より多くの者が彼らと同じ道を歩んだ。そして最初のメンバーたちは死ぬ前に、当時まだ完成していなかったメロピデ要塞を他の追放者に託したという。先代水神は遠く離れたところから力を貸し、そのおかげもあって追放者たちの要塞はより大きなものとなった。海の底にあり、太陽から遠く離れたメロピデ要塞、そこは罪人たちにとって唯一の安息の地となった。だからここの人間はメロピデ要塞を監獄とは呼ばない。彼らは信じてるんだ。自分たちは今罪を償っている。その償いを終えたら再び自由になれるとな。だが後にそいつらは気づく。メロピデ要塞は孤独の地なのだと。彼らはここの生活に染まっていき、水の上の世界とは徐々に疎遠になっていった。刑期を終えた後、ここを去らずに残る者もいる。残った者はこの地で官職に就くと、その枯れた魂が太古の秘密と共に消えていくことに身を任せた。数百年が過ぎ、メロピデ要塞が何のために建造されたのかを知る者はもう少ない。ここは遥か昔から存在し、犯罪者が流れ着く場所だと人々はそうとだけ考えてる。たまに年を取った研究者が罪を犯し、ここで余生を過ごすことがある。俺はある年老いた歴史学者からこういった話を聞いてきた。だが他のやつはこの話をあの学者の妄想だと思ってる。でもお前は確信してるんだな、その話は全て真実だってことを。ああ、もしいつかこのゲートが決壊すれば、あの予言のように全ての人が水に溶けるだろう。 Do you believe in the prophecies? どちらかといえば俺はそれほど信じちゃいない。だが残念ながら全てのことが予言の内容と重なってる。予言ってのは厄介なもんだ。耳にしただけで一度目の恐怖を叩きつけられる。そしてその兆しが現れれば二度目の恐怖を、それが現実となれば三度目だ。 So, as the do of Merapide, just what do you plan to do about it? 場所を変えよう。あるものを見せてやる。ここだ。公爵、ちょうどいいところにいらっしゃいました。最新のデータはすでに。待ってください、ジュリエ、他の人が。あれ、ジュリエとルールビー？慌てるな、この二人はもう俺らの計画を知ってる。何ですって？誰にも計画を漏らしてはいけないとおっしゃっていましたよね。そうですよ。それにこの人たちは信用できるんですか？結果はもう目に見えてるだろう。この二人はあんたらが思ってる以上に情報を知ってる。わかりました。あなたがそこまでおっしゃるのなら。そうですね、二人から悪意は感じませんし、多分信じてもいいのでしょう。
さて、改めて紹介しよう。こいつはジュリエ君。フォンテーヌ科学院で最高位の研究員の一人だ。昔はエドウィン君の元で働いてた。あんたら、エドウィン君のことは知ってるか？あー You work under Edwin? Yeah, we have! そりゃよかった。説明する手間が省けた。彼の専攻はアルケウムと重力機械だ。ジュリエ君はその助手で、関連技術が頭に入ってる。俺はジュリエ君を技術顧問として雇ってるんだ。まさか、メロピデ要塞を吹っ飛ばすつもりか？ほう、そりゃ魅力的な言葉だな。つい想像したくなる。僕もちょっと心が動きかけたかも。皆さん、変なことを考えないように。この真面目なのがルールビさん。同じく俺が雇った技術顧問だ。偶然にもジュリエ君はエドウィン君の助手で、そして彼女はもともとジュリエ君の助手だった。そんなことってあるか？ Was that really necessary? 見ろ、やっぱりみんなそれを聞く。あんたら、実は仕事を理由に相引きしたいだけなんじゃないか？公爵、相引きだなんてありえません！そうです、僕が土地狂わない限り。ああ、わかった。今のは聞かなかったことにしてくれ。さ、二人ともついてこい。モリス、また上に開く扉だぞ。そう褒めるな。メロピデ要塞に対して、イラン自負が生まれてくる。だって、本当にすごいと思ったから。It's just a normal room.では、もう少し手品を披露しよう。ホーリーカウ！どこだ、ディダムラウトか？ This is… これって、船か？あ、ボカン！かなりでかいぞ！お、カップン！おぉ！それに、ここって見たことない生産エリアだよな。一体どうなってるんだ？あんたらはフォンテーヌの歴史についてどれくらい知ってる？あまりよく知らないな。となるとレムリアの物語も知らないだろうな。ざっくり話そう。古代フォンテーヌはレムリア王朝の統治を受けていた。言い伝えによると、レムリアの帝王レムスは典型を受け、金の鉢に化身した預言者シビラを訪ねた。レムスは金の鉢と大戦フォルトゥナ号と共に海上に自分の国を建てたという。彼はその国をレムリアと名付け、フォルトゥナ号に乗って新たな島や部落を探し回った。そしてその者たちに帝国の統治下に入るよう呼びかけた。その物語にも船が出てくるんだな。ああ、水と関連する場所なら船は必ず出てくるもんだ。人々は船が希望へと導いてくれると信じてる。じゃあお前も信じてるのか？俺は半々ってところだ。だが、あんたも知っての通り、俺は工場一つを動かせるほどの材料と技術、人材を持ってる。試してみても損はないさ。あのゲートの下に大会があるかもしれないと思い至った時から、俺はこの考えを持つようになった。つまり、
その伝説のフォルトナ号に影響されたってことか。天災を目前にしてフォンテーヌ人にはこういった手段が必要だからな。Can you share your plan with everyone? もしここの囚人どもがこの巨大な船の裏にある真実を知ったらどうなると思う？本物の災いが訪れる前にメロピデ要塞で暴動が起きて壊滅するだろう。管理者である俺がそんな考えなしの行動など認めるはずもない。さて、随分と会話も弾んだことだ。お茶を3杯は飲まないとな。他に聞きたいことはあるか？どうやらないようだ。では外まで送るとしよう。Gila, ini makin ngeri banget anjir. Misteri yang sebelumnya udah kelar jadi tambah lagi misterinya gitu. Gara-gara ruinnya itu loh. Sate, 見送りはここまでにしよう。ありがとな。礼はいい。だが覚えておけ。情報を共有するかどうかはあんた次第だ。これからあんたが取る行動はあいつらに影響を及ぼす可能性が高い。おお、jadi alasan kenapa dia ngajak Knaf itu mau peliharaan projectnya dia ya. You mean that my action now will be decided the next step in group stakes. In other words, I want to tell Nina the truth. I must take him understand that we cannot afford the same conflict right now. Oh! その辺はちゃんと考えるつもりだぞ! Yeah, we will. ああ。これからの展開を楽しませてもらうとしよう。お帰り、お茶いる？お茶今のままだお茶。お前もあの公爵と一緒かよ。いつもお茶ばっかり飲んで。お茶といえばだけど、ついさっきあることを思い出した。麻酔が効いてた間、うっすらとだけど近くで人が話してるのが聞こえたの。茶葉、お茶の水、あとティーカップとかの話をしてた。ニオセスリとシグウィンだろうね。男の人と女の人が一人ずつだったから多分そうかも。でもその人たち本当にずっとお茶の話だけをしてた。ここの人ちょっと何考えてるのか理解できないかも。旅人パイモン、真相はもう聞き出せたんでしょ？ Yes! Yes! お、公爵が全部説明してくれたぜ。ふんふん。じゃあ、答え合わせをしてもいいかい？ Feeling better now, Lini? ああ。少し休んだおかげで、だいぶ楽になったよ。近くに誰もいないし。シグウィンさんも他のことで忙しいみたい。このままここで話そう。よし、じゃあまずは僕から大胆な仮説を話すよ。あの後まず一つ、オプシー、なぜフレミネは大会の影響を受けたのか。その原因は彼が水中に潜ったからだ。言い伝えから原始大会の場所は特定できないけど、僕の推測によればこのメロピデ要塞の近くにあるんだと思う。え、どうし？おお、すごいな。早速かなり当たってるぞ。す
さすがリネ。2つ、ディオセスリの態度が急変した点について。最初は見て見ぬふりをしていたのに、どうして急に牙を剥いたのか。この問題はかなり時間をかけて考えることになった。仮にリオセスリは最初からファデュイに目をつけていたとする。彼が僕たちを野放しにしていたのは、おそらく皇子様を見つけさせようとしたからだろう。しかもメロピデ要塞はフォンテーヌの法廷に属していない。つまりヌビレットさんに報告する必要もないってことだ。リオセスリはいわゆる無法地帯の王と言っても過言じゃない。メロピデ要塞側が皇子様の失踪に関与していなければ、お父様はフォンテーヌ政府側に異議を申し立てることになる。こうして両者が膠着状態になれば、彼はその間にできた隙を泳ぐことができるってわけさ。つまり彼には何か成し遂げたい目的があるんじゃないかな。おそらく医務室の秘密と関係してるんだろう。でもそれが一体何なのかについては皆目見当もつかない。La Linnea bisa tebak. Linnea rest of the big picture is amazing. お前って本当頭がいいんだな。ありがとう。さて、次が最後の呪文だ。もしリオセスリに計画が存在するとしたら、それは何なのか。現在僕が把握できているのは、その計画が海水の変化と関係している可能性があるということだけ。そのためにクロリンデさんまで呼んだんじゃないかな。でもこれだけじゃ足りない。医務室の仕切り板の裏には秘密の通路が隠されているかもしれないし、もしそうなら彼のテリトリーには普通の人じゃ目にできないものがあるっていうことだ。あの手にはまだ駒が握られていて、お父様と交渉することも考えてる。Bukan betul. Dia mau diskusi ya masih Arcelino project ya. 情報が足りなすぎて、あまりに予測の立てようがない。でも、君が僕の疑問を解いてくれるはずだ。Ya kalau ini tujuannya sama sih, berarti bisa kooperasi. まさか。それが真実だなんて。洪水が予言通りに全てを飲み込む。じゃあリオセスリがお父様との面会を望んだのも、この危機を防ぐためだったってこと。bisa jadi ini bisa jadi。僕がこう言ったのは覚えてるかな。お父様はハウスオブハースを本拠地として扱ってるから、問題の解決をずっと望んでるって。Okay, itu juga pertanyaannya bagus. どうしてリオセスリがそのことを知ってたんだろう。え、gimana dia bisa tahu? それか、リオセスリもこれを知ってたわけじゃなくて、ただお父様を説得したかっただけなのかも。だから交渉を持ちかけた可能性もある。そうだね。筋は通ってる。君が心配してることはちゃんとわかってるから、安心して。この情報は何としてでもお父様に伝えるよ。何があっても僕たちは君の味方だから。君とパイモンには十分すぎるほど助けてもらってる。君の存在なしには僕たちはここに立つことすらできなかっただろう。今後助けが必要な時はいつでもハウスオブハースに来てくれていいからね。君たちにその気がなくても、これだけ一緒に過ごしてきたんだ。僕たち3人にとって、君たちはもはや家族同然さ。僕もとても感謝してる。大事な時にお兄ちゃんを守ってくれてありがとう。それに重要な秘密を共有してくれたことも。教えてくれるとは思ってなかったから。
急にそんな難しいこと言うなよ。 Don't mention it. What was that? お腹が減ったぞ。きっと疲れてるよね。早く何か食べた方がいい。うん。じゃあ先に行ってるな。僕、もっと役に立てる人になりたい。十分だと思う。お兄ちゃんだってそう思ってるはず。ああ、それに僕に強がらないでってよく言うけど、君たちも同じだよね。makan di kafeteria itu speaker. We can choose? ねえ、今日はうちが決めるってシェフのワルジーさんに言ってあるから、何でも食べたいもの注文してちょうだい。Then I will have tastiest stuff you have to offer. Really, they are the absolute best. これが苦労せずに物を手に入れるって感覚か？って違う違う。オイラたちだってたくさん苦労してきたんだった。お腹いっぱいになった？味はどうだったかしら？美味しかったぞ。Beside the meal, I mean, everything was super delicious. Ala, exquisite. Thank you. Hey, 君たちの喜ぶ顔を見れて、うちも嬉しいのよ。ほら、今の表情、ここの筋肉が動いてるから、とてもリラックスしてる証拠ね。看護師長は患者のためにそういうのを研究してるのか？それとも人間を理解するためにやってるのか？どっちもね。うちってメリジーヌでしょ？人間といろんなとこが違うの。だからここでみんなの面倒をよく見るためにも、君たちが考えてることを知らないといけないのよ。本当に面倒見がいいんだな。こんなに背がちっちゃいのに振る舞いはお姉さんみたいだぞ。本当？うちのことお姉さんだと思ってくれるの？よかった。そうだ、前にお前が公爵の執務室にいた時、リレたちを守ってたって言ってたけど、それって何のことだったんだ？ああ、それね、うちはただあの子供たちを気にかけてほしいって公爵にお願いしただけよ。特にあの潜水士の子をね、水質が妙だって聞いたから心配で。幸いクロリンデさんの見事な手腕のおかげで、あの子を無事に助けることができた。クロリンデさんがあそこを離れた後、公爵がわざとパイプを封鎖したのも、リネさんが衝動に駆られて追いかけるのを防ぐためだったのよ。
あの道って行き止まりだけど、それでも誰も近づかないように数人の看守にずっと見張らせていたの。それからクロリンデさんが戻ってきた時、すぐに扉を開けられるようにね。うちもずっとリネさんの様子を気にかけていたんだから、プレッシャーをかけながらトラブルに巻き込まれないようにしていたの。本当に抜かりないんだな。まあこれがメロピデ要塞のやり方といったところかしら。少なくとも公爵が着任してからはずっとこんな感じね。はあ、ヌビレットさんももっとここに来てくれたらいいのに。そうすればきっとこの場所を好きになってくれると思う。だって暗くてごちゃごちゃしているでしょ。あた、あ、huh? That doesn't make any sense at all. It's hard to imagine Neofilette outside of his office. 今夜はゆっくり休んでね。みんなお疲れ様なのよ。Oh no, dia menghilang. Banyak klorin deh. Klorin deh. Ah, anata tachi ka. Banggohan wa oishikatta ka? Waruku nai. Kangoshichou ni wa ki o tsukawasete shimatta. Hihi, kiita zo. Omae, kousshaku ni yobarete tetsudai ni kitan datte na. Sore ni Furemine mo tasukete kuretan daro? Hontou ni sotsu ga nai yo na.大したことじゃない。でも決闘代理人も出張したりするんだな。ところで公爵や看護師長たちと一緒に食べないのか？一人じゃ退屈だろ。看護師長はあなたたちに付き合ってた。公爵は彼自身のことで忙しくしてる。あ、そういえばナビアが言ってたけど一緒に食事したんだって。そうだな。久々に食事を共にした。おお、really? あれ、久々ってことは前にも一緒にご飯を食べたことあるのか？ああ、もう昔のことだが、二人ともここでうまくやってるようだな。うん、いやいや、juga ya kita jadi suka banget tinggal di sini. This is technically a work trip for us too. 近いうちメロピデ要塞は不穏な空気に包まれるだろう。軽率な行動を取らないよう気をつけてくれ。ふう、一気にいろんなことがあったから気を抜いたらどっと疲れてきたぞ。おいら、すごく眠くなってきた。お前も疲れてるんじゃないか？ Yeah, I'm also getting there. Wow, she really immediately fell asleep. Good night. どけ、どけっつってんだろ。何があった？なんで逃げてんだよ。知らんが、何かトラブルがあったらしい。たく、俺に聞かないでくれ。なんだよ、おいらまだ眠いのに。 What is that sound? Oh yeah, juga ya, itu suara apa tuh? Paimon, wake up. We need to go out and see what's going on. Itu suara apa tuh? Mendengar sesuatu yang bergema gitu.なんで急にこんな騒ぎになってんだよ。なあ、お前たち
え、どうしたんだ。説明してる暇なんてない。じゃあな。え、あ、おい、どいつもこいつもオイラたちに構ってる暇がないみたいだぞ。なんなんだ。やっと見つけた。こっちに来い。よかった。いや、わすか、わすかばかにしてね。わすかばか。ホスト？ラベリューヌ？何があったのか知ってるのか？もちろん、君たち二人を探すためにわざわざ来てやったんだからな。何やら少しトラブルが起きてるらしい。できるだけここから離れて、外に逃げろって公爵に言われてる。おお、プリモデシワトル、ダムライ、ナイラギ。ラベリューヌが、君たち二人は来たばかりの新人だし、誰にも気にかけられず、そのまま忘れられるんじゃないかって言うんだよ。ほら、よくあるだろ？逃げた後に人数を確認したら、一人か二人足りないってこと。いや、めかへばばん。そんなこと言った覚えは。むしろそれはそっちが。余計なこと言うな。はいはい。とりあえず、俺たちについてきてくれ。Say his grace had to evacuate outwards. そう、できるだけ上に行けって言われてる。Then that means whatever happened must happen down below. Oh no. Did that get the gate? Oh no. Isn't that gate at very bottom? まずいんじゃないか？まさかあれが？おい、どこに行くつもりだ？公爵に用事があるんだ。お前たちは先に行っててくれ。オイラたちのことは心配しなくていいぞ。おい、気をつけろよ。いや、メカバイオバンガロ、サンペダタ。おお。Wah, gila, gua merinding. Sumpah, gua merinding. Gila, ini apa? Holy cow.Di bawah ya. Oh no. Anu jodoh na. So itu hazu da. Nani ga? Suara apa? Ii tokoro ni kita.だがすぐにここを離れてくれ。オッケー、どうやって抜け、ソラモンスターで。いや。いや。うっせえ。ディプロギト。ここは長くない。水中防衛ラインが時期決壊すると、ヌビレットさんに伝えてくれ。お前たちはどうすんだよ。あの方が到着するまで、私たちが最後の砦だ。オッケー、オッケー。ここのゲートどれくらい持つと思う？
そりゃ俺らの頑張り次第だ。My god, primordial si Watori tiba-tiba naik drastis. Itu sangat tidak normal. Wah, ini mesti kasih tahu ke Neu. Nubiletto? Nande koko ni iru nda? Habibito.今すぐ歌劇場に向かってほしい。もうじきフリーナがそこで召使いに会う。どうかフリーナを守ってくれ。くれぐれも彼女を召使いと長く二人きりにさせてはいけない。 OK, you can explain everything else to me later. ああ、必ず。心から感謝する。OK, kita ke opera ya sekarang.Ini opportunity buat kenaf ya. Bahaya nih. Waduh, ada Fatui. Sama. Mira, Fatui dan Paremelmonia の人たちがいるぞ。フリーナと召使いももう来てるんじゃないか？オイラたちも急ごう。お二人が旅人さんとパイモンさんでしょうか？ヌビレット様から話は聞いております。こちらへどうぞ。ヌビレット様からすでにお聞きになっていると思いますが、ここから先は武力行使に適さない場です。ですがそれでもできる限りフリーナ様の安全を守るようご尽力ください。 I will do my best. Gila ini belum berakhir. Makin gila ini.ほう、フリーナ殿がおっしゃっていた貴賓は君たち二人だったのか。もちろん、二人はこの場に不可欠な存在だからね。デザートを並べた僕のテーブルの前に客人が二人もいないなんてありえない。それだとあまりに寂しすぎて僕の身分には不釣り合いだ。お会いできて光栄だ、旅人。ご孔明を兼ねてから伺っているよ。私はファデュイ執行官、召使い。So、this is a knight. The head of the house of the heart. And the lineage sibling's father. He certainly doesn't seem easy to deal with.Greetings. 君たちの席はもう用意してあるよ。さあ、僕の隣にかけるといい。私とフリーナ殿の習慣について、きっと二人はまだ知らないだろう。実はつい最近、約束をしたんだ。時間があったら、一緒にお茶を楽しもうとね。ほら、これはフリーナ殿が大変気に入っているケーキだ。毎日限定で16個しか販売されず。タイミングを逃せばすぐに売り切れてしまう。旅人とパイモンもぜひ召し上がってみてくれ。He seems really, she seems friendly enough, but that cannot be all there is to her. That cannot be all there is. What the hell?The knife is a force that, the knife is a force to.Be connected with? Okay. I should be very cautious around her. 旅人、ケーキはどうだった？ The happy. It's pretty good. そうか。なら私も安心した。やはり講師の言う通りのようだ。君の好みは私とフリーナ殿と大して変わらない。Did you should have no reason to have said something like that? 最近、彼はどう過ごしているのか。ここにいる皆も知っているだろう。
講師が失踪したということをね。まったく心配で仕方がない。彼が泳ぎに長けているといいんだが。I have faith in his ability. そういうことなら、僕からも一言付け加えよう。そのものの武芸は、まあ、悪くないものだ。うん。Rina looks quite nervous. There must be some kind of bad blood between her and the connect. おや、フリーナ殿も彼の武芸について存じているようだね。ああ、そうだ。忘れていた。彼はまさに君の目の前で最高審判官ヌビレット殿に裁かれたんだった。私の同僚はよそでも通用するくらいの腕前なんだが、まさかああいった人物を相手にするとは思わなかっただろう。ヌビレット殿の手際にはまさに感服せざるを得ない。 I managed to find out I managed to find a few lead on his whereabouts. そうだろうな。君であれば確かに調べられるだろう。そこはもっと喜ぶところなんじゃないか。もちろん喜ばしいことではあるが、いささか残念なんだよ。この情報をもう少し早く聞けていれば、私ももっと喜んでいただろう。だが、講師が失踪してからすでに長い時間が経っている。おい、おや、どうしてそんな確証を持てる？だってオイラたち、あいつがメロピデ要塞を離れた手がかりを見つけたんだ。その手がかりはどこへ向かった？Oh no, Paimon just left us right up. Hiya, Paimon.メロピデ要塞は水中に位置している。正門から堂々と出ない限り、水路を使って脱獄することになるはずだ。彼が無事に海底から離れられた証拠を見つけたというのか？ We do not. But there was also no evidence that he had been injured or killed. ほう、それはいいことだ。つい先日、彼の妹のトーニャからここフォンテーヌに手紙が届いた。残念ながら彼はいなかったため、私が代わりに受け取ることになったな。そうだ、教えてほしい。彼が普段どんな風に変身しているのか。背景、親愛なるトーニャ、俺は今歌劇場の前で街の景色を堪能してる。こんな感じでいいのだろう。Turning up the pressure. Not sure if I'm able to convince her, but I can at least try to distract her from Frida. It sounds good to me, yes. 手紙というのはある程度の型があるものだ。内容さえ正しければ、どんな書式でどんな言葉を使っても、お、お、あれ、カップの中身が揺れてるぞ。おっと。これもきっとある種の予兆だろ、フリーナ殿。その言い方、よく理解できないんだが。予言が次の段階に入ったんじゃないか。Gila. ご苦労。あとは私に任せるといい。本当にお一人で？問題ない。へえ。
この状況に対処できるってことはやはりもしくは責任感が強いだけってこともありえるか。一理ある。予言の日はいつか訪れるかもしれない。だが今ではない。一種族さえ容易に滅ぼせる太古の力、果てなき災厄は憤怒の発散に等しい。審判はあまりに壮大ゆえ、採決に参加できそうにない。どうやら中の問題は解決したようだ。つまり俺らもしばらくは大丈夫ってことだな。ああ、しばらくは。今回の賭けは俺の勝ちってわけだ。さて、景品をもらおうか。確かにあなたの言った通りだった。賭けをしたのか。あんたが一人で来るか大勢を引き連れて来るかな。一人で来るはずないってクロリンデさんは思ってたのさ。立場上そうあるべきだと思ったけど、この件の機密レベルは私の予想を上回っていたようだ。あんたもそろそろ機密性の高い仕事に慣れてきたじゃないか。法廷ってのはそういう場所だからな。それで賭けに負けた者は何を渡すのだ。お茶わい。茶葉か。お茶わい。公爵の執務室に茶葉などいくらでもあります。法典を送った方が有意義なはずです。なんだ、俺の法意識が低いと皮肉ってるわけじゃないよな。公爵はメロピデ要塞を法の及ばない場所として扱ってはいなかったと思うが。ここには法典に興味を持つ者などあまりいないと思っていたが。さっきの話は冗談に決まってるだろう。で、水の上にはまだトラブルが残ってるのか。急務があるのでしたら先にお戻りください。あなたがパレメルモニアを長く離れられないことは我々も承知していますから。ああ、向こうも順調だといいのだが。いいだろう、おままごとはここまでだ。フリーナ殿、神として先ほどの事象が何なのかを完全に把握していることだろう。それともそれはあくまで私の憶測に過ぎないのかな。君のその表情を見るに私の考えが間違っているのではと疑ってしまうのだが。何が言いたい。この後に及んで外交的な立場で話す必要もないだろう。フォンテーヌ人の一人として言わせてもらう。予言にある内容が少しずつ現実になってきている今、それについて最も把握しているのは君だ。にもかかわらず君はここでのんきにお茶を飲み、ケーキを楽しんでいる。まるでガーデンの中に虫が数匹迷い込んだくらいにしか考えていない。
このままで本当にいいのか。予言は全ての人の頭上に吊られている剣だ。あらゆる勢力が災いを防ぐ方法や自分を救う方法を模索している。ハウス・オブ・ハースの孤児たちでさえこの故郷を救おうと尽力しているのだ。それなのに君は魔人フォカロルス、君は終始何の動きも見せない。驚くほど悠長に構えている。違う、僕は予言を軽んじたことも悠長に構えていたこともない。今の発言を撤回しろ。神に対して勝手な憶測をするなど不敬極まりないぞ。いや、私一人だけではない。フォンテーヌに住まう数多の民たちが同じ疑問を抱いているはずだ。水の神よ、君はどのようにして彼らを救い、私たちを救うつもりだ。君が庇護すべき民たちはいかにしてこの時期沈んでしまう土地で生きればいい。僕はもちろん方法を用意してる。これまでずっとそのために努力してきた。僕のことは軽視してもいいが、僕を否定する資格など君にはない。フォンテーヌは必ず救われる。今はまだどんな未来になるかは見えないけど、このまま続けていけば僕は誰にも恥じることなく胸を張れる。Purina not acting like her usual self. She actually seriously reporting the knife accusation. She means what she say. She not putting on the front. ならば、とう。フリーナ殿が言う努力とは？それはどこで見られる？僕は。So was that all a lie? Or can she really not tell us? She was so full of conviction and confidence just now. But now, she deflated like a puppet balloon. Yogen to 同じく、すべてはその時が訪れれば開示される。君はただ、それらが見えていないだけに過ぎない。なるほど、さすが神だ。その努力とやらが私たち凡人には見えないものだとは。では僭越ながら質問の仕方を変えさせてもらおう。フリーナ殿、開示できる部分だけを私たちに教えてもらうことはできるだろうか。例えば、そう、この災いに対する措置とか。措置は、その表情から察するに、まさかこれも言えないと。措置も秘密にすべき内容だ。では少しヒントをあげよう。君たちの輸出最低カーディナルは一体何のためにあるものなのか。今まで蓄積してきた膨大な立証混合エネルギーは何に使うつもりだ。ユシ最低カーディナル、それはただ見ての通り。君もよく理解していないと、そういうことかな。私の推測が正しければ、ある計画を企てている者がいる。ただ残念ながら、それは君ではないようだ、フリーナ殿。リネが歌劇場にいた時、ほんの少しユシキに近づいただけで大量の立証混合エネルギーが付着した。それでこのことに気づいてね。この件も君とは無関係となると、水神様ともあろうお方がまさか本当に何もしていないわけじゃないだろうね。おっと、なるほど、そういうことか。最高審判官のヌビレット殿が
お茶会に出席していないのを見るに、彼はフリーナ殿に命じられて何かトラブルの処理をしているのだろう。あ、そうだとも、そういうことさ。このことは内密にしてくれ。それは無論だが、最高審判官殿がそばにいないとなると、フリーナ殿もさぞかし自信を失うようだ。さて、話はここまでにしよう。まだケーキが少し残っている。そちらの皆さんで召し上がってくれ。 This is another topic I can speak about. I don't know what New Fulete test was. If I had to guess, he probably went down to deal with the surging primordial sea. But can he really deal with it all by himself? And is Hurina being truthful or not? ダビビト、先日最高審判官殿に面倒な仕事を任せられたと聞いている。どうぞケーキをもう一つ取ってくれ。苦労した者は報酬と感謝を受けるべきだからね。パイモンもさあ。ありがとな。じゃあ遠慮なく。やっぱりケーキは最高だな。この僕のテーブルに乗るデザートはどれも一級品だからね。あ、そうだ、召使が美味しいケーキを持ってきてくれたことにも感謝しないと。礼は結構。ここにいる皆さんに味わってもらえるのはケーキにとっても本望だろうからね。私はただフリーナ殿の好みに合わせて一緒にお茶を飲みながらおしゃべりできるチャンスを用意したに過ぎない。さて、もういい時間だ。今日のお茶会もそろそろお開きにするのはどうかな。私はまだ用事があるので先に失礼させてもらおう。よかろう。ではお開きだ。ダビビト、もしよければ私をそこまで送ってくれないだろうか。最後の数分間で少し講師の話がしたい。 Of course。 アイラも一緒に行くぞ。このお茶会、想像以上に厄介なものだった。コホン、なぜ僕のことをそう見つめている？何か用でも？特になければ僕は休ませてもらうぞ。付き合ってくれて感謝する。まあ、講師はただの口実で、君たちと彼の間に何があったかなんて興味はないんだが。やっぱりな、そうだと思ったぞ。What do you want to say? 前回、君がハウス・オブ・ハースの子供たちを救ってくれたことだ。彼らの父として礼を言わせてもらう。There's no need.Was there nothing else you want to say? 公式な場では公式な話題を。逆にそうでなければ、公式な話題は避けるべきだ。話はそれだけさ。メロピデ要塞から戻ってきたばかりだと聞いてる。何もそう気を張らないでくれ。君から情報を聞き出そうとしているわけじゃない。あそこには、リネ、リネット、
それにフレミネがいる。私は子供たちの能力と判断を信じているからね。おう、あいつらすごく頑張ってたぞ。邪魔をしてくるやつには全力で抗ってな。特にリネのやつが。リオセスリだろ。あれが手強いのは知っている。だがリネは強がりでね。他の者に頼ることをもっと学んでほしい。例えばこの私とかをね。ただの世間話だと思って答えてくれ。フリーナ殿についてどう思う？君は争いの外にいて、フォンテーヌで最も自由であり、何者にも縛られていない。私の視点から教えてやろう。以上がこたびの審判の顛末です。皇子様は有罪判決を下された後、そのままメロピダ要塞へと応送されました。休暇を過ごしていたはずなんだがな。これほどの面倒事を残しておいて、羞恥心というものが全くないのか。そのまあいい、全く無意味なわけでもない。ある人物に会いに行こう。手配いたしましょうか。いや必要ない、私が直々に動く。水神フリーナ殿に会う必要がある。彼女こそフォンテーヌの中核を担う存在。しかし面白いことに、彼女は神というよりもスターに近い存在と言える。おや、おちびちゃん、こっちにおいで。わ、逃げた。うん、待て。私の目標はあくまで神の心の場所を特定することだが、まさかフリーナ殿にこうも簡単に近づくことができるとは。あまりにあっけなさすぎて疑いたくなる。無防備であればあるほど、それは餌である可能性が高い。だが餌に手を出した人を責めることはできない。なぜなら餌は釣り針にかけられた瞬間、犠牲になる運命からもう逃れられないのだから。うわっ。事実はまさに私が手を出す直前にしていた予想と同じ。水神は神の心を持っていない。それに加え、彼女はどうにも神には見えない。その身には何らかの呪いの気配がある。どっか。君は誰？何をする気だ？殺さないで、お願いだから。この瞳に宿る恐怖は決して嘘ではない。餌ではないことがこれでほぼ確定した。彼女に手を下す意味はなくなったようだ。私は難なく現場から離れられた。誰も私を探さなかったし、ましてや私が水神フォカロルスを襲撃したと告発する者もいなかった。フリーナ殿はこの件を他人に伝える度胸すらなかったのではないだろうか。しばらくすると案の定スパイから情報が入った。フリーナ殿は邸宅に戻った後、声を抑えながらすすり泣いていたそうだ。彼女はとても怖がっており、一晩中眠ることもできず、ケーキさえも喉を通らなかったという。疑う余地もない、フリーナ殿は何か問題を抱えている。私はある一つの推測を立てた。もしかすると真の水神は彼女ではなく、最高審判官のヌビレット殿なのではないかと。私には神の心を見つける使命がある。もしその推測が正しければ、神の心はヌビレット殿のところにある可能性が高い。それか一般人では近づくことが許されない場所に隠されているか。お父様。ああ、子供たちか。メロピデ要塞から情報が届きました。皇子様が失踪したとのことです。
またメロピデ要塞に潜伏していた者と買収していた監視との連絡が途絶えました。例のリオセスリという者がやったのだろう。おそらくそうだと思います。執行官一人の価値は往々にして高いものだ。それも想像以上にな。これでフォンテーヌ側には外交的な責任問題を突きつけられる。実にいい機会を得た。水神フリーナ殿と最高審判官ヌビレット殿に会おう。面会の手配を。それからリネ、リネット、フレミネ、君たち3人にはやってもらいたいことがある。はい。公使タルタリアの失踪は計画外のものだったが突破口となる。こちらの正当性を訴えた後、私は計画を進めるための布石として譲歩しよう。そしてフリーナ殿とヌビレット殿に探りを入れる。流れは完全にハウス・オブ・ハースにある。メロピデ要塞の調査に私が行こうとするのはただのブラフ。本当に情報を集めるのはリネたちだ。Interesting sekali. Very interesting. その後のことは君も知っているはずだ。君はリネたちとも交友がある。隠すつもりはない。はい、ini si Kenaf ini gak hostile banget, entah kenapa. お前、水神を襲ったのか？どれだけ大声で叫んでも、それが公になることはない。フリーナ殿でさえ、何事もなかったかのように振る舞っているのだからな。そうか。私はフリーナ殿と2回お茶を飲んだ。正直フォンテーヌの上層は想像よりも複雑らしい。以前はあのヌビレット殿こそが水神だと予想していたが、今となってはそれも違う気がする。 How did you come to that conclusion? 私は氷の女皇に付き従っている。神のあるべき姿を知っているんだ。だがヌビレット殿といい、フリーナ殿といい、どちらも何かが欠けている。あれが神だとは到底想像できない。これは単に私個人の感覚に過ぎないが、大半の場合感覚というのには理由がないものだ。情報を扱うものだというのに故郷の神が誰なのかさえわからないなど、実に笑える。わあ、いっぱいバガシ様で。フォンテーヌは特別だと思わないか。まだ多くのことが水面下にありながら、こうして災難が迫りつつある。フォンテーヌ人が生き延びるには、おそらく自分たちでその術を考えるしかないのだろう。結局のところ、生きていることでチャンスは訪れる。今後もし必要な時が訪れれば、君と協力関係を結ぶことだって辞さない。すぐに答えを出さなくても大丈夫だ。何せ事態はここから先まだ変わる予感がする。君の名前はよく大義と結びつくことが多い。いずれ共に手を組む日が来るはずだ。ユーフィレテ。ふん。こんなに早く戻ってくるとはな。いろいろと話したいこともあるだろう。私はこれで失礼させてもらうよ。ヌビレット、問題は解決したのか？ああ、現段階ではな。だが長期的に見て、この問題は非常に厄介だ。フォンテーヌがいずれ予言にある光景に直面するのではないかと憂慮に耐えない。フリーナを守ってくれたこと感謝する。 May we ask what happened down there?簡単に言えば、私が力を使って大海の水を押しのけ、あのゲートを再び封印した。As for what happened on our side?
やはり召使いがフリーナに圧力をかけたか。明らかに探りを入れているようだが、その動機は私にもわからない。I ask you some question. 聞こう。You have not power to force bear the Primordius. お前が水人ってことはないよな。あ、いや、適当に言ってみただけだけど。言えないのか。他の話題にするか。別に無理に聞き出すつもりはないし。お前たちって本当変わってるよな。そのお前たちが私とフリーナを指すとして、君たちが何を想像しているかは分からぬが、私と彼女では様々な点において立場が全く異なる。 Did you manage to protect those that needed be defended? ああ。メロピデ要塞は歴史が長い。あそこには数多くの苦しみと痛みが存在する。そして今、災難が訪れようとしている。なんと嘆かわしいことか。ん？なんで急に雨が？The sky suddenly filled with the dark clouds. Rain became heavier, like rain growing to a downpour. Just a moment before, Nefilete mentioned sense of grief. Thinking back to that legend and what Fremin had said, it said that a dragon of water once resided in the fountain. Every time it sweeps,The sky will cloud up and pour out of the rain. Wait, Nefilete, you cannot be. おそらく君の思った通りだろう。なんだなんだ。He is the dragon offering of water. 水。ん？そう驚かないでくれ。フリーナ。はあ。聞こえてるか？ああ、すまない。オイラたち当てずっぽうで言ったんだけど、まさか当たってたのか？君たちの推測は正しい。だが、どうか内密にしてくれると助かる。おお、任せろ。絶対に誰にも言わないぜ。でも、実はまだ一つ聞きたいことがあるんだ。ああ、言ってみるといい。お前は水元素の竜王としてメロピデ要塞の大海の水を押しのけたんだよな。フォンテーヌの予言も海水と関係があるんなら、お前の力でその危機を解決できないのか？現在、私を含む全ての元素流は完全な状態ではない。話によると、最古の選手がテイワットに降臨した際、竜の力を一部奪ったという。今の七神の剣能はその奪った力によるものだ。竜には7つの元素があって、神にも7つの元素がある。あの時代を経験した先代の水の竜王は遥か昔に見まかられた。私はその後継者だが、それら古き歴史についてはあまり知らないのだ。お、ブラティアテッドジュドラゴンね。神の消失によって元素を操る剣能が変換される。そのようなことが起こらない限り、私も何もできないだろう。現状からして、他の方法で予言に対抗することをお勧めしよう。お前でも解決できないってことか。ところで、私はこれから少し
急ぎの用事を片付けなければならない。もしまだ聞きたいことがあるのなら、また別の機会を見つけて、それらにまつわる古い話を語ろう。おう、オイラたちもちょうど行きたい場所があるんだ。旅人、メロピデ要塞に戻ろうぜ。オイラ、ちょっと心配なんだ。Do you let her, New Philip? じゃあ、また今度な。ああ、達者でな。急がなくてもいいのよ。ん？君たちどうして戻ってきたんだ？カスト、ラベリエンヌ。おいおい、まさかまた捕まったわけじゃないよな。え、そういうわけじゃないけど。くそ、あの騒ぎに乗じて逃げたかと思ったのに。数少ない脱獄者の一人かと思ってたが、まさかそもそも逃げてなかったのか。悪いな、オイラたちちょっと用事があって。まあまあ、そんなことより無事で何よりだ。こいつな、ずっと二人のことを心配してたんだぞ。僕だけじゃないだろ。君だって同じだったじゃないか。そうだな。ここ数日厨房の手伝いを俺もしてるんだ。さっきクストと一緒に働いてた時、こいつ人参相手にブツブツ言っててな。あの二人大丈夫なのか。まだ生きてるよな。オキアブレビサイラ。そういう時はいつも大丈夫だ、きっとどこかで何か飲みながら景色でも堪能してるに違いないって返事してやってる。ふん、同じ監獄で過ごしてるんだ。気にかけてやるのは別に普通のことだろう。それにこいつら僕の話を聞くのが大好きだったしな。この二人思ったよりずっと親切で面倒見がいいんだな。 Your beer will bring all the prisoner to cafeteria. 二人とも今度たらふく食いに来てくれよ。 Okay, one downいつか僕たちもあの二人と一緒に食事できたらいいな。自分の料理を振る舞うのか。それもいいな、腕の見せ所だ。 OK、 看護師長、旅人、パイモンちゃん戻ったのね。大丈夫？怪我してない？Don't worry, we are both doing great. Oh, ピンピンしてるぞ。お前たちは？あれだけ大騒ぎだったんだから、どこもかしこもめちゃくちゃになってるだろう。大きな問題はなかったか？怪我をした人が少しいるけど、全体的に見ると大したことはないのよ。ヌビレットさんがここに来てくれたおかげね。一時的にだけど、危機を抑えることができたみたい。君たちも助けてくれてありがとう。でもヌビレットのやつ、なんで自分の力が必要だって分かったんだ？ヌビレットさんは水元素と強く共鳴できるから、増水した海から巨大な波紋を感じ取ったんだと思う。囚人たちの手当てをしてた時、あのボムブラザーズから聞いたんだけど、危険も顧みずに下層部へ走っていたんだって。こうして君たちが無事なのを確認できて、ようやく一安心できそう。もし急いでなかったら、ここに泊まっていてちょうだい。何か食べたいものがあればいつでもうちに行ってね。ウォルジーさんに用意するよう頼んであげる。それと疲れてたら医務室を使って自由に休んでくれていいから。ちょうどうちも君たちの顔の筋肉をもっと観察したかったの。君たちの楽しそうな笑顔ってとても魅力的ですごく素敵なのよ。うち、それをもっと見ていたくって。Ini kayak si GWT ini, dia suka lihat orang berotot kayaknya.
Gak apa-apa gue liat. 時間があったらメロピデ要塞に泊まっていって歓迎するから。さあこのカードのマークを当ててみて。威張る猫かな。あ、2人とも来てくれたんだ。旅人、バイモン、こんにちは。フレミでもだいぶ良くなったみたいだな。うん、みんなのおかげで。その、僕勇気を出してクロリンデさんにお礼を言ったよ。おお、あいつどんな反応してた？その、大丈夫って言われた。人を助けるのあんまり大したことだと思ってないみたい。何か恩返しをしようとも思ったけど、お返しはいらないって。フレミネに余計な気を使わせたくないんだと思う。そんなに気にする必要はないわ。そっか。そうだ、オイラたち歌劇場に行ったんだけど、そこで召使いに会ったぞ。お父様に何か言われた？意味深なこと言われたな。いずれ共に手を組む日が来るはずだって。Was a little surprising. お父様の君たちに対する態度は、僕たちが予想してたものよりも友好的だったみたいだね。よかった。旅人、お父様を信じてほしい。お父様にはお父様なりの責務がある。必要な時が訪れれば。惜しみなく力を貸してくれるから。その中にはもちろん君も含まれてるはずだ。うん、お父様はとてもすごいお方だから信頼して。あ、そういえば召使いがリネのことを強がりだって言ってたぞ。他の者に頼ることをもっと学んでほしいってさ。その通りだね。うん、お父様が言いそうなこと。ちょっと、しばらくここに残るの？多分そうなると思うぞ。よかった、一緒にお茶会ができる。お茶らお、いいな。じゃあおいらケーキをもっと食べたいぞ。もっとってことは上でも美味しいケーキを食べてきたんだ。そう、よかったね。次は私たちと一緒にお茶を味わいながらデザートを食べましょう。今度お茶会の準備をしてもいい？ああ、それはいいね。僕も賛成だよ。僕も手伝う。え？僕はジュリー、看護師長から聞いたけど、お昼ご飯を食べてないんですって？ん？ああ、仕事が忙しくてうっかり忘れてた。もう、いくら忙しいからって。あれ？あなたたち！ジュリエ、ルールビー、無事だったか？なあ、ここ最近はかなりバタバタしてるけどね。君たちは大丈夫だった？ You're fine, thanks. お前たちはまだ医務室の秘密通路の先にあるあの巨大な船の研究をしてるのか？ええ、でもこの秘密を知っているのは私たちだけですから、絶対に他言無用ですよ。医務室が混んでる時はとても面倒だが、まあそれでも公爵の執務室を通るよりマシさ。あなたがよく医務室でサボっているのも事実ですけどね。君だってしょっちゅういるだろ。お前たち船作りなんか口実で、本当は一緒にいたいだけなんじゃないのか？ありえない。
Aduh. ジュリエ、私たちについて変な噂が流れてるみたいですし、なんとかしてください。僕一人じゃどうにかできそうにないけど、まあ、暇な時にでも考えておくよ。はい、やー、lu berdua nih. Just get married. シャバに出た囚人がまた戻ってくるとはな。どういう風の吹き回しだ。ネロピデ要塞の状況を確認しに来たんだ。大丈夫そうか。大した問題はない。ヌビレットさんが厄介な問題をいくつか解決してくれた。そんなにすごいんなら、あいつにここに残ってもらうよう説得すればよかったんじゃないか。ほう、そいつはナイスアイディアだな。一つの水たまりのために法廷全体を捨てるよう、最高審判官を一緒に説得しようじゃないか。 I don't think that's going to work。慌ただしく降りてきた挙句、お茶を一口も飲まずに帰っていった。まあ、看護師長からのプレゼントだけは受け取ったみたいだが。本当に忙しいんだな。それとクロリンデさんも帰った。同様に看護師長のプレゼントを持ってな。プレゼントってミルクセーキか。ヌビレットさんのはそうだ。クロリンデさんに渡してたのはリップクリームだったな。おい、ずいぶん違うんだな。え、エプステ。クロリンデさんはヌビレットさんほど忙しくない上に健康を維持できてるのが理由だろう。それに看護師長はレディーに美容品をプレゼントするのが好きだしな。そうだ、あんたらへのプレゼントもある。いや、俺からだ。え？メロピデ要塞での仕事を終えたからにはいつでも水の上に戻れる。だがあんたらが使ってたあの牢屋はケーキが終わるまで好きに使ってくれて構わない。本当にいいのか？じゃあまだまだ住んでもいいってことだよな。 Is food still covered? ああ、あんたらには食堂を無料で開放しよう。やったぜ。ケーキが終わる日になったら俺のところまで手続きしに来るのを忘れるなよ。手続きを踏まないとあんたらの犯罪記録はずっと残されたままになる。だからケーキが終わって釈放される前に必ず俺のところに来てくれ。Turn the dog. Best. Again. またこの牢屋に戻ってきたな。でもオイラたちはもう囚人じゃないし、気分もちょっと違ってくるよな。It's been like we have regained our freedom. Oh! 自由な感じって本当に特別だよな。はい、マン。Is there something you like to say? はい。なんでわかったんだ? Because you usually just immediately fall asleep. そんなことないぞ。はん。オイラが言いたいのはな、オイラたち二人って実は結構すごいんじゃないかってことだ。ほら、オイラたちって一緒にたくさんの場所を旅していろんな奴らと知り合ってきただろ。旅の中でどんどん新しい友達を増やしながらな。それにこの世界には数えきれないほど問題があるのに、オイラたちはたった二人でそういうのをずっと解決してきた。これってすごいことじゃないか。 You are the best adventure ever. オイラもカウントしてくれるのか。冒険者はお前だけだろ。
Being a guide counts too. じゃあ今度キャサリンに会ったら、オイラも冒険の証をもらわないとだな。冒険者パイモンだじゃい。考えるだけで嬉しくなってきたぞ。じゃあオイラは寝るから、お前も早く寝ろよ。前にここで寝た時は、目が覚めたら外が大騒ぎになってたんだよな。大会の水が上がってくるなんて、正直かなり怖かったぞ。今回はさすがに何もないよな。You will be fine, so don't worry, Paimon. じゃあおやすみ。やすみ。おやすみ、Paimon。Ayo, misalnya cerita lagi. Kita, dia di mana nih? Tunggu, itu di dalam kah? Dan oh well.